はい、こんにちは、マロウです。アップルの発表イベントですね、新製品が登場して、ガジェット界隈はですね、猫も杓子もアップルとなっております。9月8日にですね、発表イベントがあったんですけども、皆さんその裏であの製品が発表されたのをご存知ですか？それが何かと言いますと、今回発表された AirPods Pro ですね、3年ぶりのアップデートということで、よりパワーアップした世界で一番売れるであろうワイヤレスイヤホンです。今回ですね、その最強のライバルになるであろう BOSE のクワイエットコンフォートイヤーバッツ2でございます。もうどちらもね、2と入っておりまして、第2世代ということで、もうこの時点でもこうライバル感がもうバチバチですよね。今回はですね、このクワイエットコンフォートイヤーバッツ2が前作からどこが進化したのか、またコメント欄でもね、ご意見非常に多いんですけど、 AirPods Pro 2とどっちを買えばいいのか、私なりのね、見解をお伝えさせていただきたいと思います。まずこのクワイエットコンフォートイヤーバッツ2、大きく変わったのが本体ですね。本体はですね、前作から形状も大きく変わりまして、イヤホン自体が 25%、 ケースは 40% も小型化されてます。めちゃくちゃね、小型されてるのはいいことなんですけども、ただね、もともと前のモデルが他のワイヤレスイヤホンと比べてでかいんですよ。これでですね、ようやく普通のワイヤレスイヤホンサイズになったかなっていう感じです。またですね、 BOSE の有線ワイヤレス含めて使用されていたこの羽根付きのステイヒアーマックスチップ、これがですね、今回廃止になりまして、丸みを帯びた側面を持つパーツとイヤーチップの2つ構成となっております。総じての装着感っていうのもアップしてるみたいなんですけど、この羽根付きのやつね、これぴったりはまると本当癖になるというか、他のワイヤレスイヤホンよりも圧倒的な安定感を感じることができますので、今回はどっちかというと万人向けの装着感の良さになったのかなっていう印象ですね。そしてカラーはですね、トリプルブラックとソープストーン、この2種類展開となっておりますね。ソープ一体泡姫最高じゃないですか。そして Bluetooth は 5.3 に対応、これは AirPods Pro 2と同じですね。また対応コーデックも SBC-AC と AirPods Pro 2と全く同じになってます。ここはちょっと残念かな。やっぱりいろんなメーカーがね、クオリティの高いコーデックをね、今採用してきてますので、またストリーミングサービスもね、ハイレゾとかロスレスとかのね、高品質な音源が増えてますので、ここはね、そろそろ気にしてほしいところではあるんですけど、逆に言えば iPhone でも気兼ねなく使えますよね。やっぱり高い品質のね、コーデックが搭載されていると、それに対応してるスマホとかね、オーディオデバイスが欲しくなりますから。またですね、ドライバーサイズなどは公開されておりません。BOSE はあんまり何ミリのドライバーとか公開しないですよね。アップルもね、新しいドライバー搭載と歌ってますけど、ドライバーサイズなんか公開されてませんよね。アプローチの仕方が非常に似ている。ただですね、小型になりつつも音のパワフル感はぐっと増してるそうです。特に低音にはパンチとね、深みがあるみたいなので、これは楽しみですね。この前作の低音もね、非常に上質で良かったですから。そして今回 BOSE の目玉となる機能がパーソナライズ。 AirPods Pro 2もですね、空間オーディオのパーソナライズ機能がね、フォーカスされてましたけど、 BOSE もここ攻めてきました。ただ BOSE の場合ですね、空間オーディオに対応してないので、この BOSE のパーソナライズ機能というのは音質とノイキャンです。新しいクワイエットコンフォートイヤーバッツ2にはカスタムトゥルーテクノロジーというのが搭載されておりまして、イヤホンを装着するとブンと音が鳴るんですよ。で、この音で耳の中の反響音を検知して、音質やノイズキャンセリングをその個人に合わせて最適化してくれるんですよね。この環境を測定するパーソナライズ機能というのは、今スピーカーなんかにね、搭載されてるんですけど、耳の中も部屋と同じで、その個人によって形状が違ったりしますので、個人に最適化したサウンドを届けてくれるようになってます。これがですね、イヤホンを装着すると一瞬で完了するのと、毎回装着するだけで必ずね、最適化してくれますので、似たような機能が搭載されたイヤホンもあるんですけど、いちいちアプリとかで設定しないといけないんで、結構面倒くさかったりするんですよ。それがですね、装着するだけで済みますよと、これでどれだけね、音質が良くなるのかっていうのは非常に興味がありますね。そして BOSE はですね、ノイズキャンセリングの先駆者なので、その性能も超一流です。前のモデルも初代 AirPods Pro をしのぐ素晴らしい性能でした。さらに今回 BOSE はですね、世界最高峰のノイキャンと歌っておりまして、その自信のほどが伺えます。間違いなくね、トップクラスにはなるでしょう。世界最高峰対ノイキャン性能2倍、どっちに軍配が上がるか、これも楽しみだわ。そして外音取り込み機能、 BOSE では
アウェアモードというんですけど、これにですねアクティブセンステクノロジーという機能が搭載されておりまして、これもですね非常に面白くて、外音取り込み機能を使っていて、バスなどの大きな騒音が迫ってきたら自動でこれを低減してくれるんですって。これね AirPods Pro 2でも紹介されていた適応型環境音除去機能に非常によく似てます。果たしてこれは偶然なんでしょうか。そして再生時間、本体は最大で6時間使用が可能。これもですね AirPods Pro 2と一緒になってます。そしてケースで3回分充電することが可能ということで、合計24時間、ケース込みだと AirPods Pro 2の方が30時間など長く使えます。さらに本体にはですね IPX4 の耐水性能が備わっているので、軽いワークアウトだったら全然使えるっていう感じで、ここはマイナスポイントなんですけど、どうやらですねワイヤレス充電対応してないみたいです。これね前作はワイヤレス充電可能なんですけど、なんで廃止されたんですかね。非常に高額なイヤホンだけにワイヤレス充電できないのはちょっと残念かな。そして価格はですね36,300円、 AirPods Pro 2が39,800円なので3500円ほど安くなってます。アップル製品はね円安以上に価格がアップする製品もあるので、その分 BOSE の方が安いっていう感じですかね。とまあですね仕様をこのように2つ並べると、この AirPods Pro 2と BOSE のクワイエットコンフォート Earbuds 2、すごくね似通った部分多いですよね。 Bluetooth 5.3 にいち早く対応したりだとか、そして対応コーデックの SBC AAC、今回パーソナライズ機能にフォーカスしてるのと、適応型環境音除去機能とアクティブセンス、果たしてこれは偶然なんでしょうか。そして AirPods Pro 2は Bluetooth 5.3 に対応していて、今後アップデートで LE オーディオや LC3 コーデックが使用可能になる可能性があるんですけども、実はですねこのクワイエットコンフォート Earbuds も今後のアップデートで使えるようになるかもしれないんですよ。というのが先日ベルリンで開催されたテック系のイベント IFA トレードショーで、 Qualcomm と BOSE の協業が発表されました。そして今後ですね BOSE のワイヤレス製品に Qualcomm の S5 オーディオ SOC というのが搭載される予定でして、これがですね LE オーディオ LC3 コーデックをサポートしてるわけなんですよ。それがですねこのクワイエットコンフォート Earbuds 2が最初になるんじゃないかと報道されてました。ただですね今回具体的にこのクワイエットコンフォート Earbuds 2にこの S5 オーディオ SOC が搭載されてるとは公開されてませんので、ちょっとねどうなるかは分かりません。もし搭載されてるんであれば、今後のファームウェアのアップデートなんかで使用できるようになる可能性はあります。確定とはねちょっと言えないですけど、でも今後ですね対応予定ですよってアピールする方が絶対売れるとは思うんですけど、それを公表してないっていうのはちょっと怪しいですね。それか LE オーディオを使用するにはまだまだねこう実験だとかその開発っていうのが必要かもしれないので、あえて公表しないっていう可能性もあるんですけどね、この辺もですね AirPods Pro 2もクワイエットコンフォート Earbuds 2も一応可能性はあるんです。で正直どっちを買えばいいのか分かんないよっていう方非常に多いと思います。僕の動画のコメント欄でも、おいマルオ、どっちがええねんとね、ちょっとおしっこちびりそうになるようなねコメントがたくさん届いてます。嘘ですよ、みんなお優しい方ばっかりですから、これはねもう難しく考えなくていいです。シンプルに音楽メインなら BOSE で、動画メインなら AirPods Pro 2、これでいいと思います。自分がイヤホンを音楽か動画どっちでよく使うのか、女性ボーカルの生々しい声でエクスタシーを感じたいのか、それとも動画で臨場感のあるエロスを感じたいのか、これで選ぶといいと思いますよ。理由はですね AirPods Pro 2のサウンドがどんだけ良くなったとしても、本格的なオーディオメーカーが本気で作ったサウンドには絶対勝てないと思います。もうそれは仕方ないんですよ、 Apple ってオーディオブランドではないですから。片や BOSE は老舗のオーディオブランドですからね。 AirPods は Apple のブランド力とその他の技術に支えられてるに過ぎません。ですから音楽メインだったらクワイエットコンフォート Earbuds 2でいいと思います。ただ動画でよく使いますよっていう方は断然 AirPods Pro 2、もうこれは単純に空間オーディオです。こんな小さなイヤホンでホームシアター感覚のサウンドが楽しめるってこれ革命ですよ。しかもアップデートされて様々な音楽や動画ストリーミングサービスとかでも使用できるようになりましたからね。なんならブラウザの音楽や動画でもこの空間オーディオを楽しむことができます。でこの空間オーディオはただ立体的なサウンドになるだけじゃなく、動画なんかでは非常にストレスが少なく気持ちのいい聞こえ方をしてくれるんですよね。サウンドに対してしっかりとしたね、距離感が生まれますので、イヤホン特有のダイレクト感っていうのが緩和されるんですよ。これがまるでスピーカーで聞いてるような適度な距離感を生んでくれるわけですよ。なので長時間の映画視聴なんかでも疲れにくいっていうメリットがあります。
また効果音や BGM、セリフなんかにもこう距離感の違いっていうのが生まれますので、まあ、それぞれの分離感が良くなって一つ一つの音っていうのが非常に聞き取りやすくなります。なので自分の聞きたい音の没入感っていうのもぐっと高めてくれるんですよ。これはね、どのヘッドホン、イヤホンにもない AirPods だけの個性ですので、動画コンテンツなんかはね、圧倒的に AirPods Pro 2が楽しめるでしょうし、これが今後長期間覆されることはないと思います。空間オーディオが登場してもう2年ほど経ちますけどね。で、他社のワイヤレスイヤホンにも似たような機能搭載されていくんじゃないかなと思ってたんですけど、まだどのブランドもこれだけクオリティの高い、そして汎用性の高い立体音響を搭載しているイヤホン出してないですよね。動画がこれほど楽しめるワイヤレスイヤホンは存在しません。これだけでも AirPods Pro 2を買うメリットってでかいんじゃないかなと思います。というわけで、音楽メインだったら BOSE のクワイエットコンフォとイヤバッツ2、動画までしっかり楽しみたいんだっていう方は AirPods Pro 2、単純にこれだけでいいと思います。もちろん今回ですね、僕どちらも購入してますから動画の中で紹介する予定です。まあ高い買い物ですから、そのレビューを見てですね、どちらか選んでいくといいかも。ひょっとしたら AirPods Pro 2がいい意味で裏切って、いや BOSE よりも音いいじゃんってなるかもしれませんよ。対して BOSE もノイキャのパイオニアですから、いやノイキャン AirPods Pro 2より全然いいじゃんってなるかもしれませんしね。まあその辺もですね、しっかりチェックしてからの方が無難ですけど、まあどっち買っても外れっていうことはないと思いますよ。もうどちらも素晴らしい製品だと思いますので。というわけで、 BOSE クワイエットコンフォとイヤバッツ2の話と、まあ、AirPods Pro 2とどっち買えばいいのっていうお話でしたが、いかがでしたでしょうか。このクワイエットコンフォとイヤバッツはトリプルブラックが9月29日木曜日発売、そしてソープストーンは11月上旬発売となっております。最近このカラー別々にね、登場することあるんですけど、これやめてほしいな。まあ、今感染症の影響とかで複数のカラーをね製造するのが難しいとかね、いろんな背景あると思いますけど、カラーは同時に登場してほしいかな。また概要欄にね、情報を載せてますので、気になる方は一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。